チンが飛んでいく。皆さんこんにちは、メロンクーです。今回は、オッチンが飛ぶバグを紹介していきます。オッチンはジャンプし、少しの段差なら越えられることができます。しかし、今回紹介するバグを使用すれば、どこまでも行くことができます。またバグを使用していきますので、バグを使用する際は自己責任でお願いします。それではやり方を解説していきます。まずは、段取りチャレンジのテキパキ水族館を挑戦します。始まったら、電気の壁を破壊します。そして目の前にいる青ピクミンと木の上に乗っているピクミンを回収します。そしたらそのまままっすぐ行き、ここを降りて登っていきます。そしたら雲の糸に吊るされているお宝があるので、ピクミンに落とさせます。そして、このお宝が落ちる瞬間に A ボタンを連打します。すると挙動がおかしくなり、オッチンが移動し始めます。雲の糸に吊るされているお宝が着地した瞬間にオッチンに運ばせると、このような動きになります。なのでこのバグは、雲の糸に吊るされているお宝があればできます。このバグを直すにはお宝を吐き出すか、どこかに挟まり、自動的にお宝を出すのを待ちます。それにしても、なんでこんな動きをするのか。次は、鳥獣配送センターという段取りチャレンジに例のお宝があるので、バグをやっていきます。このさつまいもです。ピクミンの数はお宝に必要な数だけにしておきます。それではやっていきます。これは成功しました。先ほどとは違い、上に行ってますね。どんどんステージから離れていく。結構離れていますが、強制的に返されないですね。果たしてどこまで行くのか、あまり変化がないので、オッチンから降りてみます。さようならオッチン。謎の場所ですね。強制的に返されました。オッチンはどうなったのか。まだ謎の場所にいますね。下に落ちていけば、落ちた判定になり戻されますが、上に行った場合上限がないので、戻されません。マップもバグっていますね。それではお宝を掘き出してみます。あれ、着地している?突進は一応できますね。壁がないので無限に突進します。背景が切り抜きやすそうなので、オッチンの突進素材です。数分で落ちました。皆さんいかがでしたか?他にもまだまだこのバグを利用できるところがあるので試してみてください。もちろんバグなのでゲームに影響を与える可能性があるので試す場合は自己責任でお願いします。では今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。